まあここ、うかのびら一人ぼっちへん急遽今日はなぜかえっ、ー、ふてまさんも徳地さんはお仕事でって連絡あったんですけど今日の今日ふてまさんから微妙とかって12時半に言われてえーと思ってお急ぎできて今です <laughs> じゃあ今日はよなみねさんとひろきさんと二人でやりますよろしくお願いします どうするして <laughs> じゃあもういつも徳地さんに乗っ取られてるんでそれこそやりたいようにやればいいんじゃないですか、はい、やりたいようにいきなり言われてもねもともと本来は健康な話をするってことだったんでじゃあ1時間それをメインに健康ね、うん、じゃあ逆に僕が質問するみたいなのいいですかそう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 じゃあもう今現在の話なんですけど、うん、僕今口内炎ができてるんですよああ なんでこうよって結構よくできるんでなんでできるのかっていうのとどんなしたらいいかっていうの聞きたいなと思ってはいはいはい口内お口の中っていうのは雑菌いっぱいなんだけど通常酵素消化酵素とか唾液とかで守られてるんだけどそれがその力が低下してるから免疫低下してるからこの物が出てきたりとかしてるからとりあえず今全体的に体力低下免疫低下っていう体からのお知らせね でまた、口内炎がよく繰り返しできるっていう人たちっていうのは、はいはい、やっぱりあの、えーと、そういう癖がついてるっていうかな<あ>体の、うんはい、弱いところからあのいろんな痛みとか、はい、障害的なこととか不具合とか出てくるから、はい、その免疫、粘膜的なのが弱いのかな、はいはい、体力的にあの低下したとき、はい、きっとそうかなだから<ー>寝ること。 あでもなんか最近寝てるけどなんかうんそうそう寝れてるのかなとかっていうその疲れが取れてない感じがある時はたまにあるんですよ夏場に多いんだよね意外と空調があの体温の調整がばらつきが。<えー S 2> 結構あったりすするんじゃないですか、はい、クーラーとか、はい、で外出たら作って<ー>車の中では最初はもわっとしてるけどだんだんとまたひんやり感を味わいながら移動をしながらで,、はい、で,でその都度その都度体温はあのその環境に合わせてベストな状態を保とうとするっていう働きが出てきたりとかするんだけど、はい、走行してるうちにまた車到着して<ー> <laughs> またもわーっと外で暑くって<ー>でそしたら自分の何のて言うかなあの理想じゃない。 えと室温の中でまた何か仕事してたり会食したりとかいろいろやってたりとかいろ<ー>んな夏場の方が温度調整難しいよね、はいはい、環境によってだからそれでいちいち体力奪われてるっていうやつ<ー>だから寝てるときにも実は体力使ってるんだけど、はいはい、そういう時に疲れが取れてないんだよね寝てるときにだから寝てるようで寝てないって今おっしゃってたじゃないですか、はい、その通りで<ー>だから疲れてるみたいな。 ちょうど同じ話をうちのスタッフが、はい、昨日やってた、えー、寝てな,ない、えー、疲れ寝てるようで寝てないようでみたいなそうそうスタッフ見てる <laughs> 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 っていう約束で今日は慌てて出てきますもしかしてのり先生今日一人なの <laughs> みたいなだからよみたいな <laughs> 見てるみたいなそうなんだじゃあ逆にどうしたらいい とかっていうのあります。えっと、そういう場合は。あの、なていうかな、熱を奪われないようにしたりとか、はい、熱を冷やしすぎないようにするという努力が必要だから。<ー>えっと、そうだね、日頃から。 暑いからって言って冷たいのを飲むということをすることを逆に暑い時にはさゆを飲んだりとかああやっぱりうんうん、うん、でなんか結構、うん、もうちょっと昔まで、うん、もうガンガンに冷たいのが好きだったんですよ、うん、あで結構僕その吹きびくみたいなので、うん、ちょっとこっちが頭の、うん、えと鼻の上のでこあたりがよく痛くなってで年に何回か病院通ってたんですよである時 ちょっとどれぐらいでそこまでいくのどういう状態だからいくの、えー、よく行くってどういうこといい ?4 か月ぐらい、うん、耐えられないというかこの上が頭痛みたいな感じでして大体、はいはい、頭痛みたいになった時に病院に行って、はい、あのあここその溜まってるねみたいな感じで薬の燃焼を抑えてっていうのを、うん、まあ4か月か5か月に1回ぐらい行くのがもう毎年だったんですよ。うんうん、である時その漢方の先生のところに行ったら。うんうん あの冷たいの好きでしょうって言われて <laughs>、はいっていたらやっぱり冷たいのが免疫下げてるみたいなことを言われたんですよそ、ね、でそこからちょっとだけ、うん、まあ氷は控えてできるだけあったかいの飲むようにして、うん、っていうふうには心がけてるんですけどやっぱり夏はどうしても冷たいのが欲しいなと思ってだからやっぱりこれは慣れですか慣れっていうか癖癖生活習慣の癖が体の癖を作るじゃんはい、はい、そんななな感じじゃないかなだかだらまずは 鼻あたりでまたおでこあたりでここら辺っていうのは呼吸器系に炎症を起こした時に出てくる現れる症状だから、はい、やっぱりあの冷たい空気で肺とかあの消化器系とか冷やしているっていう状態になると、はい、やっぱり肺と消化器系の大腸は調整は一緒にと整えないとバランス崩すんですよ。前足、はいはい、の人たちは大腸弱かったりするしね。はいはい、だからあのアレルギー体質の人 あもう今,は今ではもう腸管免疫だから大体、大腸揃えと体力整うって言われるぐらいだからはい、はい、であとはこの鼻あの、えっと、呼吸器系も<吸>、うん、で頭痛もみたいな部分になるとあの何度も通うって言ったじゃない、はい、何度も通う理由はまた訪れるからですよね同じことを繰り返す、はいはい、で病院の処方箋は一時しのぎでその症状に蓋をするだけだから<ー>根本治癒になってないから何度もまたやるわけよ。あ だからうんあの呼吸を整える息を整える、はい、あの息の長い呼吸って言ったら深呼吸だったりとか、はいはい、で緊張すると呼吸が浅くなったりとか、はい、興奮しても浅くなったりとかするから、はい、そういう感情を日常で調整することによって鍛えられる、はい、弱いところを意識して日常に使うあの日常の体の癖を。 整えていくと症状が収まりやすいっていうのもあるかなじゃ深呼吸とか心がけるってことですかそう,そうそうそれもそうだけど息の合う人と一緒にいる方が良かったんじゃない緊張してたりとか息の合わないっていうかあの我慢してたりとかっていう部分が出てきたりとかしてる弱い部分として現れるじゃあ呼吸の乱れが原因ってことですかそうそうそうそれも,あるかもししないし メンタル的にはあ<ー>体的にもだから、うん、そういった両方のところから根本中の理由を探すで病院行ったら、はいはい、お薬とか処方箋とかっていうのはその症状を和らげるっていうだけで、ねはい、助けにはなるかもしれないけどそ,その時の処方箋ですよね、はい、でも同じ癖を繰り返してやると症状また出てくるっていうのは普通のことだから、はい、だからうん 日常から心があなるほど、うんうん、じゃあその何だろうそれこそやっぱりどうしても生活していく上ではストレスとか疲れってたまるじゃないですかそれを何て言うんだろう、うん、例えばストレスを癒す方法とか疲れを癒す方法とかっていうものは人それぞれだと思う。はい、だからスストレスで どう,いうどういう時にストレスを感じるかとか、うん、どういう症状が出るかによってその人の癖が分かるし、うん、その人の弱い部分が分かるわけだから、はい、そこに着目してフィードバックして物事を考えたり行動したりするといいと思うわけ人それぞれだからストレスって一概にね言、はい、ってもたくさんあるから、うん、だから自分のタイプを知るっていうことが一番大切。 だから、どんなときにはい、はい、だから病気は才能だと思ってるんだけど、お、はい、のころ心平さんが言ってるんだけど、はいはい、この病気をとことん突き詰めたら自分の弱点がわかるから、うんはい、これを処方箋にするわけ。病気、ああ、なるほど、症状が、原因原因がわ<ー>、うん、かればいい、自分の癖がわかればいいんじゃないははは、うん なるほどでもその何て言うんだ例えばその仕事とか学生は学生でですけど、うん、やっぱりそれぞれどうしてもやらないといけないけど、うん、でもそれが原因でちょっとその何、うん、て言うのストレスになって例えば緊張する場面に多い人はそれがちょっとストレスになってるけど、うん、でも仕事だから仕方ないとかっていう場合とかあるじゃないですか、うん、そういう場合うまく付き合う方法とかっていうのは、うん、やっぱりその何て言うかな あの頑張った分ご褒美があるみたいな感覚でどっかで発散じゃないんですけどはあ、はあ、尻合わせっていうかなどうしてもその根本が取り除けない場合は、うん、そういうふうな感じでじゃ、うん、例えばここがマイナスだとするじゃないですか緊張するのがマイナスだとしたらその後プラスがあるみたいな感じで。うんうんうん コントロールすするっていうことでかなるほどやっぱりいたわってあげないといけないっていう部分もあるよね、うん、そこがどこかって言ったら一番弱いところはそれは何年かって言ったら理,理由があるはあ、はあ、でそれは日常の癖だったり性格だったりが原因だったらそんな自分を。 自分で癒すあんまりだから逆にストレスを感じるようなことしなければ本当は一番いいんだけどね。理想は仕事で緊張するんだったら仕事やめちまえばいいみたいなあ理,想は理想は。だから仕事って好きなことやってると病気にならないんじゃないあなるほどいくらでも頑張れるし寝ないでも頑張れるけど体力も落ちないみたいなはい、はい、楽しいからだけどいや,いや,やってたら。うん 素晴らしい仕事でもいやいややってたら体に応えてくるよねストレスっていうのは体はだからか正直に反応するからだから正直に反応したことをいたわる,たわる場所とか原因として見つめ直すっていうの自分のタイプを知るあなるほど <laughs> 自分の癖を自分で分かる誰よりも。 あじゃあその原因がどこから来てるのかとか、うん、じゃあそれが、うん、例えば取り除けないやつだったら、うん、じゃあどう対処するのかっていうふうな感じで、うん、一応自分を見つめる時間を作るっていうのが大事ってことですかなるほどそれが1日1回でもいいし、えー、寝る前とかあ<ー>その時に自分の体をいたわってあげればいいんじゃない、えー なるほど、うん、なんかそのいたわる方法いくつかあるじゃないですか。例えば、お風呂に入ってリラックスするとか、うん、アロマ家具とか、うん、なんかそういうのって。なりありますよね <laughs> いや。実際やってないですよ。でも、そういう系で、何か簡単にできることとか。うん、例えば、じゃあ、それこそ土日でこういうことできるんじゃないとかってあります。体をいたわる方法みたいなの。うん、ストレスから。はい、ストレスとか疲れとか。えっと、まずストレスの定義っていうのが、はい、嫌なことを。 嫌だと思っていることを行動で表してしまうことは、うん、気持ちにも体にも跳ね返ってくるからだから嫌なことをしないっていう部分とでも仕方なくやっちゃうっていう形になってたら、はい、じゃあその反対で好きなことをやればいいんじゃないああなるほどで好きなことがアワロマなのかなと思ったで,でも好きなことをやった時に満足感っていうのが、はいはい、体のあの なんていうの心が喜ぶ体が喜ぶで、うん、体の質が喜ぶから、うん、あのー、分泌物もなんかホルモンもいい幸せホルモンに変わったり、うん、緊張してたらそのストレスホルモンが流れてるからやっぱり体がトキトキしかったりとか、うん、冷えてきたりとか、うん、あのー、コルチゾールストレスホルモンっていうのが出てくるんだけど一瞬で好きなことの場面って に遭遇したりとか好きな人に出会ったりとか、うん、好きなこと好きな飲み物とかが目の前に出てきたりとかしたらうん、うん、一瞬でまた気持ち変わるさはい、はい、あこれこれ好き好きみたいになったら、はい、実は体の分泌物も変わってたりするわけ、えーうん、であのなんてう幸せホルモンが流れたらうん、うん、体はまたそれようにまた反応するから、うん、だから好きなことに囲まれるっていうのは一番超ベストだよねあ 頑張った自分にご褒美みたいな形で一日一回本当に好きなことをすればいいんじゃない、うん、好きなものに囲まれるとかはあ、はあ、好きな人といるとか好きなものををに取り組むとかやっぱじゃ大事なんですね、うん、自分へのご褒美ってそう、うん、それは誰よりも自分が知ってるあなるほど、うん、はいはいへえ<ー>、うん だから今日はご褒美必要かなってこんなに頑張ったしみたいなはは自分で自分を褒めたいと思いますみたいな,なるほどオリンピックの選手言ってたさ<ー>それ本当に最高だと思うねはい、はい、本当にそうだと思う頑張った自分はどれだけ頑張ったか知ってるからははそれだけ乗り越えた頑張りがあるからじゃあ自分を自分で褒めようみたいな「うん、おめでとうおめでとう」とか言われても、はい、一番何かって言ったらリラックスタイム自分が好きなことやってる時のリラックスタイムの方が なんてていうかな満足してるんじゃないうんないるほどでも必ずこれも人によって長さもあるし、うん、時間もあるし、うん、そういったそのお金もいくらかかるとかいろいろあるかもしれないじゃないですかそれはそれでできる範囲はいはる一概にみんな一緒とは言えないっていうところが人それぞれっていうこの個性じゃない個性だからあなたは何が好きですかみたいな。うん っていう悩んでるんですって言ってきても「分かりましたそうなんですね」ってそういう状況今自分頑張ってるんですねうん、うん、って一旦ワンクッション受け入れて、うん、ところで「好きなことって何ですか?」って感じで私いつも聞くはは例えば一日のうちで一番好きな時間の過ごし方うん、うん、どんなことをしてる時が一番好きですかって必ずスクールでも聞いてるそしたら朝目覚めた時に忙しいお母さんだったら、うん「うん たくさん弁当作らないといけないし朝ごはんも作りながら弁当も作るってバタバタの時間の,あのいつものルーティンワークの中にちょっと早めに起きた時にガーってカーテン開けた瞬間とか十分一人に戦闘態勢に入る前にポトポトポトって入れてコーヒーを飲む時とかこの一瞬がなかなか,なか好きだわっていう人もいたし帰ってきて仕事帰りに。 帰ってきて、鍵開けて、で、玄関鍵閉めて、靴脱いで、鍵置いて、カバン置いて、いつものソファーにとかって座ってる、この瞬間が一番好きかもとか、もう何でもいいんですよ。自分の好きなこのルーティンワークの中に一番好きな時間の過ごし方が、実は繰り返し本当はやってる、ストレスを感じてるとき、それさえしないわけよ。だから余計にストレス感じてたらいつも好きな時間の過ごし方を、 わざわざやってみてみたいな取り戻せない自分へえ自分取り戻せそうでしょあそうそうあってなった時まあいっかってなっちゃったりとかこんな自分でもまあ明日も頑張ろうみたいな今日は今日でもいいやって締めようとかっていうのもあったりするからとにかく要は自分じゃない自分の好きな時間自分の好きなものとか嫌いなものとか見つめ直すっていうのが知っている知っている 知らないことがあるかもしれないからやってみてあこれ好きかもっていうのでもいいと思うなるほど分かりま大概なんですけどなんか一曲挟みますうんうんうんそうだねちょっとその間にちょっと次のテーマ考えていきましょう行き当たりばって今ここなんか聴きたい曲とかあります あまり曲流さないんですけどそうだよねそうだよねそれこそなんか流しながら好きなやつだったりとかあの「ハッピー」っていうのなんとか「ハッピー」「ハッピー」とかあるさええ分かんないとか「ァレル」そう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 ああはいはいはいそれは好きしない少ない あ <laughs> これも好きなことで自分のテンションを自分で上げるってこと知ってればいいんじゃない,はい、はい、音楽好きって言ったら落ち込んだら音楽かけるみたいな、うんうん、あやっぱり意味はあるんですね好きな理由っていうのは、うん、自分を高める道具にしてたりとかするから、うんうん、音楽はいいねなるほどいいよね、うん、えいいんじゃんこの曲は、はい、おやじ好き <laughs> おしゃれじゃない、はい ちょっとそのままかけとくない。あ、かけ、じゃ、ちょっとかけときますね。はーい。 4321今ここが今ここがなびらさっきいろいろ話聞いたんですけど、はい、その前この上原さんか細原さんかがフェイスブックで、うん、このストレスを感じると。 体はなんか物質を出してこういう病気になるよみたいなのを上げてたのをリンクやってたと思うんですけどそれでちょっと聞きたいなと思ったのがやっぱりその我々の感覚としては例えばこすったから傷ついたとか。 おぶつかって折れたから骨が折れたとかっていうふうにそういう外からの原因が病気っていうかその怪我とかっていうふうなイメージなんですけどこの内側から病気になるってイメージがあんまりないんですよだから一体そのストレスを感じたらどうなってどういうことが起きるのかっていうのを知りたいんですけど病気的に病気的にこういうことがなるとかはい。 ストレスを感じるっていうこと自体がこ、はい、の人の好きじゃないことだから、はい、嫌なことを頑張っちゃうから、はい、そのギャップで体は表現してくるからほいで、は、も、い、って一番弱い部分に出てきたりとかするから、はい、例えばじ麻疹が出るとか<ー>皮膚がむくむとか皮膚が体熱もつとか骨格が動かない手が上がらないとか。 そういったのは、えっと、ちょっと何て言うかなあの体の面白い部分でさ、はいうん、例えば足怪我したりとか、はい、膝が痛くなったりとかしたら、はい、実は膝が痛くなる理由っていうのは、はい、足自体は歩いていく道具ですよね、はいはい、歩くために必要な道具なんだけどちょっと待ってってあなたのその考え方方向性、うん、合ってるのっていうふうに、はい、内なる自分の内なるものが。はいはい まだ自分では気づいてない自分の内なるものが、うん、と自分に話しかけてるんですよ心の声としてだから膝が痛くなるんですよ<ー>ましてやこの膝が痛くなる自信足だ、はい、歩くには太ももだったり、はい、膝だったり足首だったりいっぱいパーツあるんだけど、はい、なぜ膝かって言ったら、はい、膝は特になんていうかなこの一番身近なパートナーに対しての怒りとか、はい、考え方とか、はい、対応の仕方とかが ちょっとあの不具合っていうか、はい、あのうまく回ってない時うん、うん、その時にちょっと待ってってあなたの考えも、うん、その状況も、うん、ちょっと立ち止まってみなさいよっていう形で膝が痛くなるっていうのも一理あるらしいわけ、えー、感情のあれで膝にくるっていう例えば、はい、感情が 誰に対してっていう時に体に現れてくるっていうのが不思議なところだよねはい、はい、体ね例えば頭が痛くなるよく頭が,頭が頭痛するはい、はい、頭が頭痛と同じか<ー>頭痛がある人たちっていうのは目上の人に対しての我慢っていうのが自分の共有範囲を超えた時に頭痛が起こるとかはい、はい、目上目の上とか上司とか先生とか親とかはい、はい、っていうのもあったりするし 耳鳴りするっつったら、はい、本当は聞きたくないよとかんていうかな声が出なくなったり、はい、かすれたりする時には本当は心とは裏腹のことを喋ってたりとかしてて喋りたくないよみたいな体の内なる声っていう本当のあなたのこの気持ちを体がパーツで表すっていう部分もあったりするわけ。<ー> じゃあその症状が出てる原因は実はそこになんか関係することかもしれないっていうそういう理由が別にあるみたいな<ー>痛いっていうのは外的要因であってはい、はい、内なる要因的なものはメンタルの「本当は何に我慢してるの?」とか「<ー>蓋をしてるの?」とかっていうのが「<ー>とかうまくいってますか?」とか「考えるべきよね?」とか「これに対して」とかはは例えば乳がんになる人でもさ、はいはい、右の乳がんと左の乳がんで乳がんになる理由が違うわけ。えー あ原因が違うわけ、はい、右は大体の人は大体乳がんは右からなりやすいんですけどはい、はい、このなんていうかな、まあ、一因として考えてもらったらいいんですけど右の乳がんは、えーっとね、家族を通しての自分の母性本能の使い方とか,、はい、とか体の使い方気持ちの使い方によってあの身内よりの、はい、人たちが右の乳がんになりやすいんですよ。はいはい、で左はその社会性的な うんうん、たくさんの人たちに対してとか、うん、自分を通してとかたくさんの人を通してっていう部分で、うん、左の乳がんになりやすいわけ<ー>体中にがんはできるでしょ、はい、全身病と言われてるぐらいだから、はい、何がん何がん何がんってあるけど、はい、同じ環境にいて同じ年齢,年齢で同じ体格で、はい、同じあの条件をいっぱい持っててもなぜこの人は肺がんなのって<ー>この人はなぜうんと。 膀胱がんなのとか子宮がんなのっていうのは違いが出てくる理由がこの人の持ち味だわけ、はい、生き方癖っていうのの,の、えー、ともうオーバーワークした状態でそこからあの痛みが出てきたりとかがん化しやすかったりっていうのもやっぱりこれは今までがんのその統計うん、うん 何十年もがんは日本の三大疾病の一位になってるけどやっぱり調べられることは調べられるじゃないですか乳がんになる人のタイプみたいなタイプ別みたいなで肺がんのタイプ別ってなったらやっぱり癖があるんだよねそうなんだだからさっきのがんにならないようにするためには自分の癖を知って解除の仕方も知って心地よく楽しく生きるみたいな今ここがナビてなるとこれも。 病気は誰が作るの、うん、って言ったら結局自分の日常みたいな<ー>だから日常を楽しく過ごす過ごいしてるってなると病気とは縁遠いよね楽しそうだしう楽しく生きてる人はる神経質にとか無理してでも頑張っちゃうとかう誰かのためにとかってやってる人たちこそ頑張り屋さんから自分のことよりも周りのことってやりすぎるからとか慎重にやん,あのなんていうかなとにかく頑張っちゃうからはは。 んとポンコツになりやすいパーツっていうのが、心と連動してくるっていうのはある,るじゃあ、極端に人のためとかじゃなくて、例えば自分が単純に人のためにやるのが好きだったら、それは全然ストレスにはなってないっていう, <laughs> う,うス,トストレスになってなければいいんじゃないやっぱりその人のためとかっていうのも、人それぞれでそれこそ、やって楽しいと思ってるから、別になんともない人もいれば、はい、人のためにやるのが苦痛な人は、じゃあ、やるべきじゃないっていうことですよね。 本音っていうか、はい、まあそのその環境の中でやらざるを得ない立場にいるとかっていうのもあるかもしれないさねだからこそあのストレスの解除の仕方っていうのそれぞれをやっぱり知ってる方がいいよね。はいあ じゃあやっぱりその暮らしをより豊かにするためにはそのストレスを外す方法とか自分のタイプを知ることから知るっていうところからがいいよね実はまだ知らないこともいっぱいあったりするしる出会ってなければあ私ってこんなことが好きだったんだとか,あかあこういうのって実は嫌なんだとかだから経験が先はは経験してみて分かることってあるからね。 だからこれいいよやってごらんって言ったらオケーってまずやってみるみたいなあなるほどそしてあ自分合わんなとか<ー> <laughs> ちょっと嫌だとかってなればあのな自分の体質に合わなくなってくるから<ー>質の向上のためには楽しく生きるみたいな今ここがナビだ <laughs> まだ<ー>頑張っていってるけど <laughs> <laughs> いっぱい宣伝してなるほどそうそうそうだからあと、うん、なんていうのその,そのオーラじゃないんだけどシールドあの生命場っていうのが私たちの 見えない力っていうのは自分は、うん、あのやっぱりあったりするから半径8メートルでトータルで1 6メートルぐらいの範囲内で実は自分を察知する自分のための,その見えないあの周波数っていうのがあったりするんですよ。それが今 8m 以内でだったらお互い今ひろきさんと私とって共有してるさ、はい、それは息が合うからなんです共有ができるんですよ。はあはあ 息の合わない人とか気が合わない人たちとかっていうのは周波数の気が合わなかったら緊張のこ,のこの空間ってなると体は察知して冷や汗だったりとかドキドキしたりとかっていう体で表現してくるっていうのは実際にあるわけですこれは病気寄りのことでこれが楽しい寄りの時にはめっちゃドキドキするとかあの逆に、うん、で逆に見てなくても感じれる。 家族が1つの屋根の中で一緒に住んでたら、うん、この生命場このシールドの中を共有してるでしょ 8m 以内半径、はい、16m 以内でお互い住んでるから、はい、そしたらやっぱり分かり合えてるっていうことがあるわけよははでコン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 ってご飯作ってる時に、はい、いつものようにいつもの時間にご主人が「ただいま」って帰ってきた時に「はい、おかえり」ってだけど奥さん「ん今日あなた何かあった?」みたいな何<ー> <laughs> か感じるっていうのははは <laughs> 女の感じゃなくて直感とかなんとか、はい、逆にそこはご主人の方は、えー、といつものようにしよういつものようにしようって思うこと自体がいつものパターンじゃない周波数の乱れが出てくるわけよ<ー>そしたら共有してる人たちは周波数がちょっとでもずれたらバチコンバチコンなんていうのあのなんていうかなこのスパークしちゃうから感じ取るわけ、はいはいはい、いつもと違ううん<ー>そうそうそれが直感みたいな感じでああははうんって なんでって聞かれたなんとなくなんかなんかいつもと違うみたいなはあ、はあ、これって見えないさ見えないものなのに感じることがあるみたいなそれは生命盤が実は一人一人持っててなるほどだけどこれがポコポコバチバチあっちこっちに穴が開いてしまっててっていう部分で、はい、自分で自分の,その波動周波数を崩しちゃってる人たちいっぱいいるんですよ現代人は,は<ー>それは同じかって違う周波数の物品を持ってるんですよ パソコンととかか電磁波周波数が全然違うから壊れシールドが破れるっていうのかなじゃあ感じ取れにくくなってそうだから自分で自分はまとめきれなくなるうつっていう部分とかねそっかっていうのもあったりするだからうつになったら自分で自分コントロールできないさしてないさましてそういうことしようともしないさで自分がなくなっちゃうっていう部分っていう部分は 私はまずはその周波数的なものを外しておいてだから土を触る大自然に帰った方がいいと思う土を触ったり土の周波数って育つものだから木が上種を入れると栄養が満点だから芽が出たりなんかってエネルギーいっぱいだから土とかで海とかはミネラルは人間ってもともと海からの進化だからなじみやすいさじゃそれこそたまに ちょっと森に行ってみるとか山に行ってみるとか海に行ってみるっていう意味があるんですね意味があるっていうか我に変えるってやつですあじゃ一回リセットするってそうリセット自分の周波数整えられるみたいなじゃあそれこそ海の波の音聞くとか森のその川のせせらぎだったりとか自然に変えるっていうさああなるほど人間だってもともと自然界の一部だから ちちょっっとと壮大になったけど <laughs> ちゃんと意味があるこっていうかだってそ,こそういうところ行ったら心地いいでしょはいじゃあなんとなくいいなと思うのはそれはやっぱり体がいいなと思ってるってことなんですか、ね、体も感じている心も感じている<ぁ>周波数的に整うじゃあ沖縄の人は海近いからそう<ぁ>で人間らしいと思うよミネラル、うん、私は沖縄の人が日本で一番ん沖縄自体全部が海で囲まれてるから、はい、いろんなまたあの このいろんな島とかね、はい、日本列島の本州じゃなくて島で海に囲まれてる人たちは特にいいと思うし、うん、う沖縄だけは特にあ熱帯だからあ、はい、熱,熱帯性の地域にいるでしょ、はい、他は本州は熱帯性だっけだから沖縄は特にもっと素晴らしい周波数にいると思う、えー、知ってる人はどんどん沖縄に。 あ,のあれなななんんじじゃゃいいのしててきる疲れてる人沖縄来るさあじゃあちゃんと意味があるんだ沖縄来てなんとなく癒されるなっていうのは体では感じてるけど意味は分かってないけどい体も魂レベルでは知ってるみたいなはあ知らなかったねええー、でもだから沖縄は私はいいと思うアイランドだと思う<ー>天国だと思う季節感満載さ、うん、秋のは秋っていう感覚あんまりないけど そそうねんなな感じかだから病気と自然界とだから病気の人たちとかメンタルの人たちとかっていうのは私農業体験とかした方がいいと思う。裸足で土に踏むみたいなこれって子どもたちもそうだわけよ。砂場とかなくなってるから今保育園とかさだから自然で自然の中触ったり掴んだりとか匂いをしたりとか五感が育って だから田舎に行けば行くほど五感がもうすこぶるエネルギー欲しがるからビンビンンににみんんなななか元気になっちゃうさねははだから大人も子どもも沖縄の自然っていうかなるほどあったらいいなみたいなだってさ、はい、二酸化炭素を吐いて酸素を吸ってってやってるけど、はい、隣にある大きな木はさなんか酸素を、はい、吐いてくれてるさ、はいはい、二酸化炭素を吸ってくれて共存だからね。なるほど 確か,になんかちょっとかっちょいいんかそんなのらりくらりなんだけどなんかそんなのがいいなるほど確かにじゃあ、うん、そろそろテンションが上がりそうな沖縄アーティストの曲をあカチンバさんそう,そうありがとうございます <laughs> <あ>推しです一番の推しスペインって帰ってきてますますパワーアップなるほど、うん、かっちょいいその中の一番好きな曲ですじゃあ ちょっとだけ音楽をお楽しみください。 聞こえないそうですそうですでもカチンバは流していいやつだから流そうと思ったら流すこと流していいってよ流しますあの途中からもう終わるじゃん <laughs> なんで前も言ったさ許可もらってんのに <laughs> さっき流してなかっさっきの曲流せなかったから今入れてなかったんですよあさっきのも流してないのハッピーハッピーは流せないですあれはちょっとそうかそうかはい、はい、あそうか,そうか私許可もらってないんですはい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 はあは BGM ははいはいはい じゃあちょっと忘れてますね、流せるってじゃあ、曲聞いてないんだいい曲の説明ちょっとしようと思ったのあぁ<ー>まあいいやじゃあ、今度ねはい <laughs> またなかけてねかけますじゃあさ、はい、リブで流してああじゃあバックミュージックにしますうん、バックミュージックはあれでいい、いつものでいつもののあ、いつものやつ、はい、うん、で、一曲流すって言って、これあ、これ、わかりましたここ <laughs> いい意味って言えばこれ。えー、ドアを開けようみたいな。<し> C.M. はいあ。場所が間違えた。 CM もちゃんんと出てだ CM いっぱいになったねああはい今ちょっと細原さんの N 図のやつもちょっと今一日1回別の時間にも流してます、ね、ああ本当にありがとう。 ていうかねいっぱい CM。四三二一。今ここがなびらエンディングです。<laughs> はい、どうにかエンディング <laughs> <laughs> で。で前そういえばホサラさんに、はい、なんかチラッと。 小沢さんリンパってそのストレスとか疲れ癒すのにいいんですねって言った時に「うん、あんた今まで何聞いてたの?」って言ったじゃないですか。<laughs> ごめん <laughs> いやいやいや本当にそうではい、はい、でも実際そのやっぱりリンパについて話聞く機会なかったんですけど、うん、この以前その僕が「そのじゃあちょっと疲れてるんですけど何か疲れを癒す方法ないですか?」って言った時にそのリンパとか「お風呂温泉に入るのがいい」って言ってたじゃないですか。うんうん、あれは、まあ、そのラジオ聞いてる人に具体的に何が いいのかって<ー>リンパとかお風呂は何がいいのかっていう、はいはいはい、そもそもリンパって何ってことですよね、はい、はいはい血液って言ったらびっくりする血液ですよ、はい、<laughs> ただ、えー、と役割が、はい、えとゴミを回収する役割の血液っていうことと、はい、ウイルスとかの菌と戦うっていう血液の仲間であったりでそれを運び屋運び屋ほ、うん、いでまた、うん これを浄化槽のようにろ過をしてくれる。うんうん、その他に、えっ、ー、と、ただ、あの、ろ過をしたり浄化をするだけじゃなくて。はい、その工程を記憶してるわけ。へ<ー>この菌は、この熱で、三日間で処理できたとか。ほうほうこれは、リン、うんと、癌細胞だから、ナチュラルキラー細胞でやっつけようぜとか。うん こ,ういうこのリンパ節というところでお部屋で部類分けして処置の仕方がそれぞれ違うわけだから一つのものに対して一つの処理の仕方っていうルールをちゃんとやるお部屋が 実際に自分たちの体の中にあってそれがリンパ節であって運ぶのがリンパ液で運んでみたいなでそのリンパ節で処置した内容をリンパ節では覚えておくことをするからまた同じ状況の流れが来た時に人って癖を何度もやるでしょさっき言ったみたいにそういう状況来た時にオッケーオッケーデータはあるわみたいな38度の熱を3日出そうみたいな前回もそれで処置したからってとか。 OKOK これはがん細胞だから、うん、ナチュラルケア細胞と T 細胞 B 細胞でやっつけて、うん、えと他の,あの体の中にもご案内してリンパがあるぞってご案内したりとか処置したりとかってすることをまたあの覚えてるからそれやるし、はい、みたいなだからリンパって何かって言ったら、はい、その。 免疫っていうのは体を強くしていくっていう状態でしょ、はいはい、免疫低下ってそれが弱くなってるってことだから免疫を、免疫のことはリンパのお仕事なんですよ。はいはい、だから、リンパがあって役割が果たせて、体はどんどん強くなっていく、だから、えーっと、病気を知らないと、はい、病気が体に一旦入ってこないと情報がないから、うん、一度は病気していいんですよ、一度、二度は。 そして体が覚えてリンパがちゃんと働いてたら覚えてる情報で処置してくれるからゴミも必要だよねなるほど病気も必要、体には嫌なことがあって私はこれが嫌いだって知るでしょなるほど,なるほど経験しないと体も経験しないと強くなれないみたいな,なるほどだからどんどん,どんどん病気をして小さい時病気してた人がどんどん,どん,どん強くなっていく<ー>それは免疫がちゃんと働いて覚えてるからーデータをいっぱい持ってるから。 データを持つためにまずは経験をしてみて体がちゃんと教えるから嫌だとかもう大丈夫とかっていうこれがリンパの大元の仕事終わり20秒前で普天間さん到着です。詳いことは 第2部で。2> 第2部であ。誰にも言わんでようで。誰にも言わんでようは一人ポっち編ではありません。よかった。じゃあ皆さん引き続きお聞きください。はい。ありがとうございました。どうにか。